石巻マンゴークラ出身マンションアバンギャルドと申します。お願いします。よろしくお願いします。いやーね、2ヶ月連続のね、いきなりライブでございますよ。うん、やっぱね、こう2ヶ月連続だとね、うん、俺ら石巻の魅力を仙台の人にね、もっと知ってもらえるんじゃないかって思うんだよね。ああね、あわよくばね、石巻の方で移住してもらってね、ね、皆さん経験してみませんか。最寄りの駅まで徒歩30分の有酸素運動経験したくはねえよ。それは経験したくないね。あ、そうですか、うん、いやでもね、千葉さんの言う通りね、うん、まだまだ石巻ね、魅力的なとこありますから、追、うん、い出しでね、こう PR しがれもねえなと思うんですよ。まあ、確かに。いや結構ね、あの食に関しては有名なとこあると思うんです。食はあるね、いろいろ。ホヤだの、カギだの、サンマだのね、うん、あの揚げだキリネグレなんですけど、中でも娯楽、娯楽、うん、石巻の娯楽といえば皆さんご存知、パチンコですよね。ご存知なの皆さん、うん、知らなそうな顔してるよ。俺しか娯楽がねかったんだよお前。そうだったっけ。いやおめえよ、特にあの休みの日、石巻のパチンコ屋行ってみろおめえ。特にな、アミューズメントパークさぐら。誰も知らねえよパークさぐらの。あそこよ、店の中入っと半分以上年寄りしかいねえんだぞおめえ。年寄りしかいねえの。全く若者はどうさ行ったんだっすよね。本当だよ。しかもびっくりするのが、打ってねえの、パチコしてないの。何してんのだったら。休憩室みたいなとこでな、血圧測ってんだっけあれ。病院だよそこは、パチンコ屋じゃないって。だよ、病院の待合室だぞ、肌から見たらあれ。本当だよ、マジそれ。本当の現実だからね、それは。でも皆さんね、ピンときてないと思うんでね、ちょっと再現してみましょうかね。再現する。じゃあ俺がバンタン A やからね、バンタン B やってる。ドラクエ見てくなってるよそれ。いやー、体の節々も入れくなってきてねや、ほんとね。あ、なに、おめえどっか悪いのか。わだし、膝入れのさ。なんだ、デブだがだいっちゃう、ほんとに。あー、で、あんたどこ悪いの。あ、だし、腰入れくとしょうがねえんだ。あー、デブだからだいっちゃう。こういう会話をしてるよね。ほんとなんだよ、なんだこのデブの老人の会話。ほんと、それがあんだよ。そんだけさ、膝だのさ、腰だの入れんだったらさ、パチンコ屋さこねて、最寄りの日赤病院さえ入れれば。ほんとね、ほんと、どこゴルンでもいけっからね。でもね、そのずんたんばんたんの言い分もわかんの。パチンコ屋さん来るね。いや、そういうとこだ来てやほうが刺激受けでさ、あのボケにくくなんだとや。なんなんそれ、わけわかんないじゃんそんなの。でもさ、一理あんでねえの。一理あんの。そういうパチンコ屋みたいなね、ガヤガヤビガビガついておさいたほうがさ、あのボケにくくなるあの細胞なんだっけ俺、あ、ドデカミン出はんでねえのか。頭からドデカミン出んの。ドデカミンじゃん、シュワシュワついやつか。ドデカミンじゃなくてドーパミンでしょ。ドーパミン、あ、失礼しました。違うよ、だけどね、そうやってビガビガいた方がボケねえとか言ってんのは、うん、ああいうね、老人がね、適当なこと言ってるだけだから。何よ。だから最後に必ずあくまで個人の感想ですっていうのをつけなきゃいけないの。え、どういうこと。でや、この間うちのパンさんがさ、腐ったガンズキックってやんさ。だからさ、俺言ったの、そういうの食いすなって、うん、腹壊すからって。したけうちのバンさん曰く、腐った食べ物全部薬なんだぞや。あくまで個人の感想です。あ、なるほどね。こういうこと。あ、こうケツにこうつけて、ちょっと信憑性薄めるみたいな。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。じゃあこいつどうだべ。なになに。皮ぐずアップや。うん。皮ぐず臭くなっぺや。臭くなる。そういう時はおしゃっぱとかね、10円玉入れと匂い系でねぐなるらしいよ。あくまで個人の感想です。こうだべ。それは生活の知恵だよ。違う。難しいねこのゲーム。ゲームでもなんでもない。それは生活の知恵であって、うん、時々ね、ご老人はね、そういうのをね、うまく発明するんですよ。あ、さすが年寄り博士なだけあるね。年寄り博士なの。年寄り研究歴も15年ってたとこが。15年。学会さ発表したらばそいつ。いや、学会って俺ら知ってんの石巻お笑い学会しかねえ。いや、誰も知らねえよ日本笑い学会。本当に誰も知らないからそれはね。違うって。なんだよ。俺らはね、老人の話をしに来たんじゃなくて。石巻の魅力をね、アピールしに来たんですよ。ああ、老人の魅力を言ってましたね、私ね。本当ですよ。ああああ、だけど皆さん聞いてくださいよ。うちの相方、うん、実は県内でも珍しい高校出身なんですよ。そうなんですよ。宮城水産高校っていうね、うん、水産にこう特化したね、高校出身なんですよ、うん、そうなんですよね、うんうん、まあだけどあの宮城水産高校もね、うん、毎年倍率が 0.5 とか 0.6 なんですよね。そう、いつも定員割れしてるんですよ。ま、うん、っすぐ歩いたら入れんだから。ほんとそう言われてたよ。追い出しの頃はだよ。俺らの頃はね、うん、今はね、結構あのガラッと方針も変わったみたいだけどさ、真面目になってっからね。あれ、皆さん何ですかこの反応。反応は普通です。もしかして皆さんもう一つの海洋高校、気仙沼工業派ですか。工業派とかもあんの。あるよ。派閥2つに分かれてる。派閥あったんのおめえ。東の宮城水産、北の気仙沼工業だぞ。これこれバジバジだからのおめえ。バジバジなの、うん、いや仲良くしろよ、2校しかないんだったら。いや、宮城水産、学校生活の半分以上陸でねぐ海の上生活するんですよ。すげえなお前。で、高校2年生になるとね、公開実習っていうのが始まるんですよね。まあ、テレビでよくやってるよ。で、学校指定の船、宮城丸っていうのに乗ってハワイとこう半年ぐらいかけて行くんですよ。行くのね。で、そう半年ぐらいかけて戻ってくる喜び、おめえ分かった。分かんねえよそんなの。分かんねえのか。急に言われてもね、俺普通高校出身ですから。普通高校、うん、つまんねえなおめえ。つまんない。いや、お前が特殊なだけだからそれ。全然違うってそんなの。じゃあおめえさ、仮にさ、お前修学旅行どこさ行ったの。
修学旅行、うん、まあ俺は普通高校だったから京都、奈良、大阪で最終日 USJ と。 USJ! あ、大層な身分でございますね。普通でしょ今時。あー、追い立ちなんてよ、うん、あれだと初日原爆ドームでさ行ってんだぞ。原爆ドーム、お前宮城丸に乗って、宮城丸で原爆ドームで。おめえたちがな、おめえエルモの写真撮ってた時、おいたちは原爆ドームの前で拝んでましたけどね。 おめえたちがジュラシックパークとかね、あのそういうやつ乗ってった時、おいたちは本当のサメ見てましたけどね。怯えてましたけどね。随分ワイルドじゃない。知らねえよ俺そんなこと言われたって。たまによ、このね気仙沼工業のやつも何人か宮城丸と乗ってくんのよ。別にいいじゃんね。ここだけの話だけど、あれ気仙沼工業から送り込まれてきたスパイだった。スパイ？スパイ。何のためのスパイのそれ。知らないってそんなの。あ、そうですか。別に結局仲良く後悔してるって話でしょ。そうだな、それ。互いにね、太陽系とか送り合うね、なんか変な伝統もあったんだ。ちゃんとしてるねそこら辺はね。ね、いろいろお話ししてきましたけどもね、うん、俺たちが言いたいのは本当に石巻っていい街なんですよ。だから俺たちの漫才を聞いて少しでも興味を持ってもらって足を運んでいただけたらと思いますよ。皆さん石巻にぜひ遊びに来てください。どうもありがとうございました。おー、いいこと言いましたよ石巻方。本当に素晴らしい素晴らしい。あくまで個人の感想です。台無しじゃねえか。いいにしろ。どうもありがとうございました。